自社開発ゲームがマッドゲーム大賞に選ばれてウッキウキなことの始まり、作るゲームは順調に販売され、経営状態は右肩上がり。1994年のゲーム業界的には、前年に最初の第5世代ゲーム機 3DO が発売され、高性能化したハードウェアにより、家庭用ゲーム機でも 3D グラフィックを使ったゲームが遊べるようになりました。こうして後に言われるゲーム機戦争が始まります。そのような情勢下の2人の活躍を見てみましょう。おかえりなさい、琴の葉、アカネよ。気がついた人もいるかと思うが、タイトルをナンバリングから年代に変更したで、こうすることで歴、ちょっと大変だよ、お姉ちゃん。なんや、青い人が話している途中に割り込んで、コープ推測版が発売2週目で20万本売れてるよ。え、40万本しか作ってないで、急いで追加を作らんと。問題はノバロジックから販売依頼されたアーケードなパズルゲー、ストーン、ストームももうすぐ在庫切れだよ。ストーン、ストームは週に2万5千ぐらいなので、極力、コープスの生産を優先するで、マッドゲーム大賞受賞作品は伊達じゃないね。ちなみに同時期に販売されていた、エルフの同級生の販売本数が約10万本らしいです。2週間経ったけど、全く勢いが止まらないね。在庫を切らさないように、こまめに生産指示出しているので、なんとかなってるな。利益も大きくなったので、借金をすべて返すよ。おおきに。創業4年目で無借金経営になれたよ。やっぱり売れるソフトがあると資金力が違うな。売れる自社開発ゲームはある意味お金吸っているようなものだよね。ほんとやな。これも従業員や関係者たちのおかげやな。そういえば目標を立ててなかったけど何かある？うん、これといって考えてなかったな。資金が500万ドル貯まったので、今週末開発がアンロックされました。お姉ちゃん決めたよ。何をや？目標をコンシューマー機を発売することにするよ。開発アンロックされたのでちょうどいいかもな。とはいえども全く手つかずなので、1980年代頃に使われていたハードウェア研究からになるな。だけどソフトウェア研究の方が優先だけどね。ジャンルとか機能とかまだまだ研究しないといけないものがあるので、その通りやな。時間は進んで3月4週目だよ。なんやねん、このコンピュータウイルス被害は。ウイルスに感染したコンピュータから画像ファイルが消されて、グラフィック品質が下がっちゃったよ。続いて、ゆかりの冒険島販売終了のお知らせ。販売本数は578,860本、利益は564万ドルでした。話は変わって、コープ推測版が販売本数100万本突破したよ。販売3ヶ月目にしてよくやったな。マッドゲーム大賞を取れればミリオンは約束された勝利なのかもね。スーパーファミコン版のスーパーストリートファイター2と同じぐらい売れてくれるといいな。有名格闘ゲームの移植版と同じぐらい売れればすごいよね。4月になったら新しいゲーム機が出てきたな。はい、では新ハードのソニープレイステーションの紹介。以前の動画でスーパーファミコンを紹介した時に出てきた専用 CD ロムドライブプレイステーションですが、紆余曲折あり、ソニーと任天堂とは破談になりました。ソニー社内でも MSX で失敗している経験があるため、ゲーム機開発は断念する雰囲気でしたが、試作機が完成していることや当時のソニー社長が開発を承認したことにより、1992年頃には新ゲーム機開発の決断をした模様です。ソニーは新ゲーム機のために幅広くサードパーティーを求め、開発機を安価に提供したり、ソニー側でゲーム開発用のライブラリを構築しました。また当時任天堂との関係が悪化し、独自ハードを模索していたナムコを引き入れることに成功するなど、1994年頃までには約200社のサードパーティーと契約したと言われています。そうして日本では1994年12月3日に3万9800円でプレイステーションが発売されました。当時のロムカセットは半導体価格高騰の影響で1本あたり1万円ぐらいしていましたが、安価な CD ロムでは約6000円ほどで販売できました。また当時のロムカセットは発注から店頭に届くまで時間がかかるため、多めに見込み発注することがよくありました。しかし見込み違いで売れなかった場合は在庫になってしまいます。こうしてできた不良在庫を人気作品に抱き合わせ販売することが横行していました。そこでソニーは自社で CD ロムを生産できる強みを生かして、最短で発注から6日間で小売店へ届く仕組みを作り、過剰発注を抑制できるようにしました。さらに安価な CD ロムを利用してゲームの体験版を広く配布してアピールするようになりました。プレイステーションのハード的な特徴としては、
バックアップ専用のメモリーカードを採用したり、平面的なコントローラが多い時代に立体的でつかみやすいコントローラを採用したことが挙げられます。さまざまな対策が功を奏して、プレイステーションは市場に受け入れられ、他社を上回る人気ゲーム機になりました。互換ハード PS1 を含めた台数ではありますが、2004年には据え置き機では初めて出荷台数1億台を達成したハードになりました。ゆかりさん、一つのゲーム機に説明2分とか長ない？あれ、短くまとめたつもりなんですが、そんなになっていましたか。プレイステーションは単純にゲームだけではなく、積極的にゲーム開発者をメディアに露出させたり、ゲームの流通を変化させるなどなど、多方面に影響を及ぼしているので、こうなっちゃいました。ここまで長いのはこれで最後でしょ。動画時間長くなっちゃうので短くしようとは思ってますよ。ちなみに、あとゲーム機紹介は3台ありますので、お楽しみに。こりゃ長くなりそうやな。5月になりました。はい、では NEC ホームエレクトロニクス PCFX の紹介。 PCFX は NEC とハドソンが共同開発した PC エンジンの後継機です。1994年12月23日に定価 49,800円で発売開始しました。モーション、JPEG デコーダ専用チップを搭載して、高い動画処理能力を持っていました。また、当時としては珍しい縦置きハードであることや、互換機として、当時の NEC が発売していたパソコン、PC9800 用に接続できる拡張ボードがありました。しかし、同世代のゲーム機が持っていた 3D 処理能力は持っていませんでした。PCFX の発売直前には、3D 処理が可能なゲーム機、セガ、サターンやソニー、プレイステーションが発売されていたことや、これといったキラータイトルが不在であったため、販売台数は低迷。最終的には11万台ほどが販売されましたが、歴史の波間に消えていったゲーム機でした。続いて、バンダイ、プレイディアの紹介。プレイディアは、1994年9月23日に、定価 24,800円で発売されました。なお、バンダイは、プレイディアをゲーム機としてではなく、CD ロムプレイヤーとして販売していたようです。そのため、動きの激しいソフトは供給されていません。主なソフトは、バンダイお得意のキャラクターものや、低年齢向けクイズゲーム、そして図鑑だそうです。ハード的には、乾電池を使用するワイヤレスコントローラや、強力な動画再生能力を持っていることが特徴でした。5月第4週まで飛ばしたで、ダンジョン&マキの続編が完成したよ。微妙にバグが残ってるが、まだ、音楽とグラフィックの改善が完了していないので、出荷はもう少しお預けだね。年代が進むと開発室だけではゲーム開発完了しないのが辛いな。今後はモーションキャプチャ部屋も関わってくるので、進捗具合の調整が必要になってくるよね。そもそも従業員にグラフィックとサウンドが得意な人が少ないことを改善せんとあかんな。はい、というわけで新ハードセガサターンの紹介に入ります。セガサターンは1994年11月22日に定価 44,800円で発売されました。本機の開発に関わった日本ビクターと日立製作所からも互換機が発売されました。セガの持つ有名アーケードゲームなどを移植するなどして、発売6ヶ月目でプレイステーションよりも早く100万台販売を達成しました。しかし、本機は設計段階から 3D ゲームがあまり浸透しないと判断し、 2D ゲームを優先する設計にしましたが、サターンが発売される頃には 3D ゲームが市場に浸透しており苦戦します。また、北米で全世代ハードメガドライブがあまりにも普及してしまったため作られた強化周辺機器スーパー 32X とも競合してしまい、シェアが伸び悩んでしまいました。プレイステーションと比較すると、サードパーティ製ゲームに恵まれなかったことや、複数のメーカーがハード製造に関わってしまったことによるコストダウンが困難であることなどにより、2000年には製造が中止されました。やっとダンジョン&マキ続編の音楽改善が完了したよ。早速出荷準備しないとな。肝心の評価は？88%、 結構いいんじゃないか。 88% だとコープ推測版と同じぐらい良い評価だね。これなら今回もゲーム大賞いただきやな。そこは他の会社のゲーム次第かな。生産数はとりあえず50万本にしとくで。しかし、光メディアを自社生産できるとかすごいよね。素材から作ってるんじゃなくて、原版からの複製とパッケージングだけやっているのかもな。なんか見慣れないステータス表示があるよ。なんか不満げな表示やな。しかし、6万5000人もファンがいるのもすごいよね。
サポート部屋の要員が足りなくて、ファンが不満みたいね。じゃあ、ここはサポート部屋の総員を、引っ越すよ姉ちゃん。引っ越すって大きいオフィス部か？その通りだよ。確かに残りスペースも少ないし、ちょうどゲーム開発も終わったところやから、引っ越すのもありやな。というわけで。800万ドルの部屋に引っ越すよ。引っ越したで、今週末研究も行うので、研究部門部屋を3つ作ったよ。今週末研究は1つずつしかできないのが辛いな。動画撮影しているときは、今週末研究の一覧の上から研究し始めると、1つしか研究できなかったですが、一覧の下から研究すれば、複数同時に研究できることに最近気がつきました。8月第1週になったよ。というわけで、ゲーム開発のお時間や、今度も RPG なん？いろいろなジャンル向けのゲームエンジンが揃ってきたので、作ったことのないジャンルへ行くよ。今回の開発ゲームはこれだ。戦車シミュレーションゲーム、パンツァーフロンと略して、パンフロー。戦車ゲーム、シミュレーションゲームなら、ドライブものの方が。何言っているのお姉ちゃん。やっとまともな 3D ゲームができるようになって、真上見下ろし 2D ゲームから戦車を脱出させられるんだよ。今やらずステージやるっていうのよ。当たりのバトルゾーンを eBay で、競り落とせなかった悔しさをここでぶつけるよ。それに、私は戦車が大好きなの。分かったから、葵ちょっと落ち着いて。確かに、3D ポリゴンな戦車ゲームは、他社の作ってないので、先行するという意味ではありやな。というわけで、パソコン、プレイステーション、セガサターン、向けに、パンツァーフロントの開発を開始したで。待ってお姉ちゃん、まだ言いたいことが。葵、オタク特有の得意な話題が来たら、一気に、1から10まで語って、周りをドン引きさせるような子になってほしくないで。先日のオフィスワーク研修でも、一方的に話さず、聞き上手になる方が、信頼を得られると、習ったやろ。確かにそうだったよ姉ちゃん。注意してくれて、ありがとう。葵が分かってくれて、私も嬉しいで。11月第4週まで飛ばしたよ。ランチョの巻もミリオン達成したで。発売から19週目で達成できたね。コープ推測版の方が達成速度早かったな。それは、マッドゲーム大賞に選ばれた直後に発売されたからじゃないかな。それは、ダンジョン&マキもマッドゲーム大賞に選ばれるということやな。それは、ちょっと発想が飛躍しすぎだね。そうかな。というわけで、12月第2週のマッドゲーム大賞発表。3つ受賞したで。連続でミリオン達成したおかげで、最優秀スタジオ賞が取れたのかな。モーションキャプチャを取り入れたおかげで、ベスト映像賞が取れたのかな。映像と音楽の改善を進めていけば、もっと評価高くできそうだよね。これからのガンガンいくで。はい。では、ここからは、1994年に発売されたゲームの紹介です。最初の紹介作品はこちら。1994年11月にブリザードエンターテイメントから MS-DOS で発売されたリアルタイムストラテジーゲームウォークラフトです。剣と魔法が支配するダークファンタジーな世界観を持つゲームだよ。ソロプレイはもちろんのこと、インターネット経由での通信対戦も可能や。海外では2004年発売のウォークラフト3が数々のバージョンアップを経て未だに遊ばれています。なお、ワールクラフトの世界観を MMORPG にしたワールド・オブ・ウォークラフトもあり、そちらも大変な人気作品だよ。続いての作品はこちら。ナムコからアーケード向けに発売された 3D 格闘ゲーム、鉄拳です。獅子に対応したボタンや10連コンボが特徴の格闘ゲームや、アーケード機としてはすでにバーチャファイターが存在していたためあまり目立たなかったのですが、1995年3月にプレイステーションへ移植され人気に火がつきました。次リシーズの鉄拳2でミリオンを達成し、定番格闘ゲームとなりました。最新作の鉄拳7は PC でも遊べるようになってるで。続いての作品はこちら。1994年5月にコナミが PC エンジン向けに発売した恋愛シミュレーションゲームときめきメモリアルです。コナミが PC エンジン向けに作成した最後の作品です。もともとはシューティングゲームを出そうとしたが、 PC エンジンは人気が衰えて美少女系ゲームが多かったため、スナッチャーなどのアドベンチャーゲームのノウハウを生かして作られたゲームらしいで。当時の美少女系ゲームはアダルトものが多く、前評判は思わしくなかったのですが、 PC エンジン末期の作品にもかかわらず大ヒットしました。ときめきメモリアルによって恋愛シミュレーションゲームがゲームジャンルとして定着しました。ゲームのみならずキャラクター関連商品も人気で、ゲーム本体よりも関連商品の方が売り上げ大きいらしいで。
はい、ゲーム紹介はここまでです。それでは、前回の動画を、ニコニコ動画で宣伝してくれた方を紹介。岸水古井さん、リスコさん、塩もずくさん、猫になりたいさん、山芋さん、宣伝ありがとうございました。前回動画のニコニコ動画側コメントを見てみると、結構、3DO についてのものが多かったですね。値段は高かったけど、新世代を感じさせるスペックはあったから、コアなゲーマーが視聴者に多いのかな。今回から立ち、絵を少し大きくしてみたがどないやろか。ウプ主的には、実況には差し支えないと思ってるらしいで。画面両端は、あまり動きがないのでいいとは思っています。話は、変わって11月14日に、東北イタコ姉さんのクラウドファンディングが始まって、東北イタコボイスロイド付きコースがあっという間に、ソールドアウトしたのにはびっくりしたよ。ウプ主は、開始直後に、ボイロ付きコースを申し込んだので、来年には、使えるようになるかもな。東北キリタンがクラウドファンディング終わってから半年後にリリースされたので、来年6月にはリリースされるのではと、ウプ主は思っているようです。そして、新しいボイスロイド2として絆あかりが12月22日に発売予定です。早速、立ち絵を描いた人がいるので、年末には、絆あかりを使った動画が見れそうだね。絆一文字で、絆って読むので、名前でいろいろいじられそうやな。ニコニコ動画の新サービス発表会は、まあ、その、ウプ主的には、一番リアクションが大きいのはニコニコ動画なので、これからもニコニコ動画へ投稿を続けていくみたいです。ビリビリとかに買収されて復権したら面白そうやけどな。それでは、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。